皆さんこんにちは、あずさです。私は今九州新幹線に乗車しています。今回は次の熊本駅をご紹介します。熊本駅は政令指定都市及び熊本県の県庁所在地である熊本市の代表駅で、熊本における鉄道の拠点となっています。九州新幹線の山陽新幹線新大阪駅まで直通するみずほ、さくらの各列車、九州内を走るつばめや阿蘇、人吉方面の在来線の特急列車や観光列車など全旅客列車が停車するターミナル駅となっています。また駅前の熊本市での電停からは、路面電車が下通り、上通りなどの中心市街地や東部郊外の住宅地等を結びます。バスターミナルからは九州各地を結ぶ高速バスや熊本空港方面のバスも発着する熊本県の一大交通拠点です。2011年に九州新幹線鹿児島ルートの全線開業に伴い、車両基地が南側に移転しました。また元々の駅舎である在来線側を白川口、新設された西口を新幹線口としました。2018年3月には在来線の高架化が完了し、翌年に現在のこの駅舎が完成しました。この前後に周辺で再開発事業が進行しており、その目玉として高架化に伴い生まれた空間に新たに12階建ての駅ビルが建設されました。続いて乗り入れ路線と駅構造をご紹介します。この JR 熊本駅には九州新幹線と在来線の鹿児島本線、豊肥本線の計3路線が乗り入れています。豊肥本線と鹿児島本線は一部直通運転を行っていて、九州新幹線は全列車が停車します。在来線の優等列車は大分、別府と当駅を結ぶ九州横断特急や臨時列車として週末や連休、夏休み期間中などに阿蘇ボーイや A 列車で行こうなどといった観光列車や特急列車が運転されます。過去には肥薩オレンジ鉄道に直通する快速列車もありましたが、2019年のダイヤ改正で廃止されました。この在来線の熊本駅の所属は鹿児島本線で、豊肥本線は当駅が終点ですが、列車運行上は当駅を発車する列車が下り、当駅に到着する列車が上りとなっています。また熊本市交通局の熊本駅前電停には幹線と田崎線の2路線が乗り入れていますが、両路線は A 系統として一体運転されています。続いて駅構造ですが、この駅は島式ホーム2面4線の新幹線ホームと2面6線の島式ホームと切り欠きホームの在来線ホームを有する高架駅です。新幹線ホームは8両編成まで対応し、ホームには可動式ホーム柵が設置されています。ちなみに当駅は16両編成分までのホームの延伸が可能な構造となっており、当駅北は12両編成対応の路盤が準備されています。鹿児島中央行きのご案内をいたします。この列車は6両で到着します。ちなみに新幹線ホームの11、12番線は上り博多、新大阪方面行き乗り場で、13、14番線は下り鹿児島中央行き乗り場となっています。こちらがコンコースです。今から改札口を出て駅周辺をご紹介します。改札口の脇には在来線の切符と新幹線の切符の両方が購入できる切符売り場や緑の窓口、 JR 九州の旅行代理店、旅行の窓口が設置されています。また改札口の反対側には2018年に開業した商業施設肥後ヨガモン広場があり、延べ床面積7500平方メートルに土産店や飲食店などの約60の店舗が営業しています。熊本市の代表駅となるターミナル駅ですが、中心市街地の下通りや上通りとは直線距離で2キロメートルほど離れており、熊本市電やバスでの移動となっています。そのため熊本駅周辺では整備事業が進行中です。また熊本駅は花岡山と坪井川に挟まれた土地という地理的制約があり、元来駅周辺は東口側に小さな三宅店があるのみで、都市規模に対して発展しているとは言えませんでした。そして新幹線口は車両基地のあった場所で、開発は全くされず無秩序に家が立ち並ぶ状況でした。2011年に九州新幹線が開業することにより、それに合わせて新幹線の駅舎、ホームの建設、西口が新設されることになると、駅周辺では一気に開発が進みました。
次に熊本市交通局の熊本駅前電停をご紹介します。この熊本駅前電停は2面2線の相対式ホームで、駅前の交通量が多いことから、以前から一旦道路から離れ車道と隣り合わせとなった構造となっていました。2010年に田崎橋への路線がサイドリザベーションとなり、ホームは車道とは全く別となりました。中心市街地方面へのホームは広場と一体化しています。また JR 駅舎から市電上下線の両ホームまでが雲をイメージした一つの白い屋根で覆われています。一部のファンからはビッグしゃもじの名で呼ばれています。そして田崎橋側には折り返し設備があるため、当駅で折り返すことも可能です。県郡町方面行きの車両は出発時刻になると発車後数メートル進み軌道信号待ちをします。この信号待ち中の乗車はできません。ちなみに手前側が唐島町県郡町方面行き乗り場で、奥側が田崎橋行き乗り場です。では今から簡単にこの熊本駅前電停の概要をご紹介します。熊本市は2006年に東口駅前広場整備に合わせ、 JR との利便性を向上させる目的で熊本駅新駅舎に市電を引き込む計画を提起し、熊本県などと合意しました。2013年に東口駅前広場機能配置案を公表しました。これによると分岐点を設けて市電が東口駅前広場内を横切り、 JR 熊本駅新駅舎の1階部分に侵入し、スイッチバック方式で再び東口駅前広場内を横切り本線上に戻る計画でした。市電の起動式は歩行者が自由に往来できることを想定していましたが、安全面の課題があるため、その可否を2014年度中に結論を出すことになりました。2015年2月に熊本市長が駅舎への乗り入れ計画断念を表明し、今後はバス、タクシーの乗り換え利便性の向上について検討するとしました。さらに白川口には高層ビルやアミプラザ熊本などといった駅ビル型商業施設が開業しています。一方新幹線口は戸建ての住宅地として開発されましたが、すぐに山があるため駅裏という印象が強くなっています。西口にもマンション建設などは進んでいますが、商業施設などがほとんどありません。では今から在来線改札の方に入ります。そして全面高架化される前の乗り場ホームについてご紹介します。2006年以前の熊本駅は端式ホーム1面と島式ホーム2面があり、端式ホームは改札とつながっていました。さらに八代寄りに切り込み式ホーム2線を設け、それぞれを0番 A 乗り場、B 乗り場としていました。2009年には駅改装により0番 C 乗り場も設置されましたが、2018年の高架化工事完成に伴い3つの0番乗り場は廃止されました。今から在来線ホームに向かいます。冒頭でも述べたように鹿児島本線、大肥本線が乗り入れていて、2面6線の島式ホームを有しています。在来線ホームの使用用途ですが、1、2、3番線が下り鹿児島本線八代方面行きと大肥本線肥後津方面行き乗り場です。一部の列車は発着番線が異なります。特急阿蘇は2番線、特急36プラス3は3番線に発着します。4、6番線は上り鹿児島本線大牟田方面行き乗り場で、5番線は下り天草三住線三住方面行き乗り場で、6番線は下り特急 A 列車で行こう三住行き乗り場です。特急九州横断特急は3番線または5番線に発着します。最後に熊本駅の歴史を簡単にご紹介します。熊本駅は1891年に九州鉄道の駅として玉名駅、熊本駅間の延伸と同時に開業しました。1907年には九州鉄道の国有化により帝国鉄道庁の駅となりました。1914年に駅舎を北側に移転し2代目となりました。1924年には熊本市電の熊本駅前常行寺水前寺間が開業しました。1945年には熊本大空襲により上りホーム上が全焼しましたが、駅本屋は被災を免れました。1958年に3代目の駅舎が完成し、1991年には一度改修されました。2011年には九州新幹線が開業し、2018年には全ての乗り場が高架化されました。本日は立体交差事業と駅前広場整備が行われている熊本駅をご紹介しましたが、いかがでしたか？もしよろしければチャンネル登録お願いします。またご感想やご要望を下のコメント欄にお寄せください。ご視聴ありがとうございました。